中宮の地木造菩薩繁華像、魅力菩薩繁華シー像は、仏像の位置形式で、台座に腰掛けて、左足を下げ、右足先を左大腿部に乗せて、足を組み、折り曲げた右膝頭の上に右肘をつき、右手の指先を軽く、右方に触れて試作する姿の魅力菩薩像である。日本には、大陸より6世紀から7世紀の弥勒信仰の流入とともに伝えられ、 飛鳥時代から奈良時代にかけての作品が多く残されている。広高寺、宝冠弥六京都府京都市渦政の広高寺霊宝殿に安置されている。宝冠、弥六は右手の中指を頬に当てて、物思いに吹ける姿であり、傑作として知られる。造高は123.3センチメートル、座高は84.2センチメートル。赤松材の一木像で、 右手は方に軽く当て、施策のポーズを示す魅力像である。像表面は、現状ではほとんど素地を表すが、元来は、金箔で覆われていたことが、下腹部等にわずかに残る痕跡から明らかである。右手の人差し指と、小指、両足先などは、候補で、面部にも、補修の手が入っている。制作時期は7世紀とされるが、制作地については、作風等から、 朝鮮半島からのトライ像であるとする説、日本で制作されたとする説、朝鮮半島からトライした霊木を日本で彫刻したとする説があり、決着を見ていない。この像については、韓国ソウルの韓国国立中央博物館にある、近藤弥六菩薩藩画像との様式の類似が指摘される。第二次世界大戦後まもない1948年、小原二郎は、 本像内部の内喰り部分から資料を採取し、顕微鏡写真を撮影して分析した、結果、本像の溶剤は赤松であると結論した。日本のアスカ時代の木彫物、器学面などの木造彫刻はほとんど例外なく、日本特産のクスノ材であるのに対し、広高地蔵は日本では他に、例のない赤松材性である点も、本像を、 朝鮮半島からの都来像であるとする説の根拠となってきた。ところが、1968年に毎日新聞館の魅惑の仏像4、魅力菩薩の撮影の際、内栗りの聖タは赤松材でなく、クスぬきに似た紅葉樹が使用されていることが判明した。この聖タは候補ではなく、造造当初のものと見られる。この点に加え、 赤松が日本でも自生することから本像は日本で制作されたとする説がある。朝鮮半島からのトライブズだとする説からは、日本初期に記される、水古天皇11年、聖徳太子から譲り受けた仏像、または水古天皇31年、白木から将来された仏像のどちらかがこの像に当たるのではないかと言われている。 広高寺カジ死罪交代実六長の近藤の項を見ると、安置されている仏像の中に2体の金色弥勒菩薩像があり、1体には、いわゆる大使本願五行、もう1体には、在役死仏殿のうちとの中記がある。子本願五行の像が、宝冠弥勒であり、在役死仏殿のうちの像がもう1体の宝田武さ弥勒に当たると考えられている。本像について、 しばしば国宝第1号として紹介されるが、本像と同じく1951年6月9日付で国宝に指定された物件は他にも多数ある。本像の国宝第1号とは国宝指定時の指定書及び大腸の番号が彫刻第1号であるということである。EN ギルト、ブロンズマイトレイアインメディテーション EN ギルト、 ブロンズマイトレイアインメディテーション。ありがとうございます。